佐賀新聞テレビ夕刊ウィークリーですはじめに佐賀新聞の紙面から県内のニュースを紹介するニュースこの一週間です今週は9月19日から25日までを振り返ります武雄市議会は政務活動費を半減する条例改正案を可決しました 竹尾市議会は19日議員22人が連名で提出した政務活動費を1人年20万円から10万円に半減する条例改正案を全会一致で可決しました来年4月から実施しますまた議員21人が連名で提出した現在の議員定数24を20に削減する条例改正案を 賛成二十一、反対二で可決しました。二千十八年四月の改選から適用します。佐賀県の財政、五年間で三百一億円不足する見通しです。佐賀県は二千十五年度から十九年度までの五年間の財政運営で。 およそ三百一億円の収支不足が生じるとの試算。試みの計算を公表しました。財源不足を補う財政調整用基金残高も。二千十五年度末見込みの百三十五億円から。二千十九年度末には三十億円まで目減りし。枯渇に近い状態まで減少する見通しです。 佐賀市に本店を置く企業がマザーズ上場の承認を受けました。佐賀市に本店を置くソフトウェア開発のオプティムは19日、東京証券取引所から新興企業向け市場マザーズ上場の承認を受けました。佐賀県内企業のマザーズ上場は初めてです。上場予定は10月22日で、 新サービスの構築や海外展開を見据え資本増強を図ります古川知事が女性を優先して採用できるよう法改正を求めました政府の女性が輝く社会を目指す方針を受けて佐賀県の古川康知事は22日 地方公共団体が女性を優先して採用できる期間限定の法改正を検討するよう国に提案しました。高市総務大臣や石場地方創生担当大臣らと面談して女性人材を都市圏から地方圏に還流させる効果も期待できると訴えました。 九州電力が再生可能エネルギーの買取を保留すると発表しましまた。九州電力は24日太陽光発電など再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度に基づく新規契約を25日から中断しすでに申し込みを受け付けた分についても回答を当面保留すると発表しました。 回答留保の対象は、佐賀県内が3485件、館内全体で7万1769件に上ります。給電によると、太陽光発電の導入が急速に進み、申し込み分すべてを受け入れた場合、発電量が春と秋のピーク需要を上回り、安定供給が困難になるためということです。 頑張ってあなたを応援したいし頑張って頑張る人が好きだから明日へのエールをあなたにカードローンはスマートサビをご利用は計画的に続いては佐賀県立美術館で開かれている岡田三郎介の作品展を紹介します岡田三郎介は佐賀市出身の洋画家で 近代日本の洋画会を牽引しました。ご覧ください。岡田三郎助の作品展は形調和由美をテーマにした年代別の三部構成です。佐賀県立美術館が所蔵する59点に加え、全国の美術館個人から作品を集めました。 野中康介学芸員の作品解説をご覧ください展覧会の最初を飾ります作品は岡田三郎介の自画像ですこれは明治32年彼が数え年31歳の時に描かれた作品です彼はこの2年ほど前からですねあのフランスパリに絵画の留学を果たしていたんですけれどもその際に描かれた作品です ひげを蓄えて、えー、非常に落ち着きがある中にも、えーまあ、希望にあふれたというかですね、あのー、威厳のあるう顔立ちに、えー、描かれています、えー、こちらは、えー、岡田三郎介初期の名品の一つうべという作品です、えー、佐賀市に生まれた彼は幼い頃父と共に、えー、上京いたしましてえー 東京の広島町にあった佐賀鍋島藩のお屋敷に住まうことになりますそこには京都出身の洋画の尖閣者百武兼之という人の油絵があって幼い岡田はそれを見て絵を志したと言われていますやがて彼は19歳になって本格的に油絵を勉強することになるんですがその時に東京にありました えー、曽山幸彦そして堀江正明という2人のですね画塾に入門して油絵を学びますこの「や調べ」という作品はその画塾時代の卒業制作と言われています、えっと、褐色を中心にまとめられて非常に渋い、えー、色調なんですけれども、えー、若き岡田のお正確な描写力その技術の高さが分かる作品です その油絵の技術を認められた岡田三郎介は東京美術学校の先生に抜擢されそして同時に明治30年29歳の時に第1回の文部省留学生に選ばれますそして4年余りフランスパリに赴きましてそこで油絵の勉強をしますパリではラファエル・コランというですねアカデミー派の画家につきまして勉強するんですが そのコランの明るく柔らかな色彩感覚を学びそして初めてヌード裸体画を手掛けるようになりますでこちらの作品は留学中に岡田が描きました裸体画ヌード作品です矢調べと比べていただきたいんですが色彩が非常に鮮やかに明るくなっています この明るさ鮮やかさは後の岡田作品の中にも生かされて彼の特徴的な色彩となっていきます4年余りのフランス留学を終えて帰国した岡田三郎介は日本の風俗ををテーマにままず絵を描き始めますこちらの作品「婦人像」は明治40年の作品なんですけれども。 えっと、江戸時代の装束に身を包んだ、えー、女性が、えー、描かれています岡田の有名な作品の一つですこれはモデルとなりましたのは三越呉服店の重役でありました高橋義雄という人の夫人でございます、えー、この作品は、えー、同年に開催されました東京官業博覧会の美術展で、えー、一等を取った作品です 後に続く岡田の,、まあ、あの名声その第一歩となった作品といえると思います明治40年日本で初めての間接展覧会国が主催する展覧会文部省美術展覧会が開催されるのですが岡田三郎介はその第一回の審査員に選ばれます その後も彼は文展文部省展覧会の審査員を続けるのですけれどもこちらの作品は第10回の文部省美術展覧会に出品されました「水浴の前」という作品です岡田三郎介は留学中にヌード裸体画を描くということを始めるのですけれども帰国してからは明治の終わりから大正にかけてヌードの意欲的な作品を多数発表します 本作「水浴の前」はその中でも代表的な作品の一つで岡田の前半期の画業の頂点というふうに考えられます岡田三郎助は画家としても当然有名だったんですが実は工芸品のコレクターとしても有名でしたで彼は生涯にわたって世界各国のあらゆる工芸品を収集していたんですが特に熱心だったのは キレというものですねキレというのは例えば刺繍や染め物おなどを施された、えー、小さな歯切れのことなんですけれども、えー、それらを数百点規模で、えー、彼は集めておりました、えー、とこちらの「品、えー、ヌの前」という作品は彼がコレクションをした、えー、と大きな、えー、キレを背景に、えー、と美しい着物を着た、えー、自身のお奥さん 岡田八千代夫人をですねモデルにして描いた作品ですえっと工芸品の美しさ装飾性をですね絵の中に取り入れた、えー、岡田三郎介の中期のお代表作うの一つです岡田三郎介は展覧会を通して、えー、数々の女性像おそれからラフヌードですねあのー。 女性像美人画を発表し続けていくのですけれどもその美しさが非常にその人気を呼びましてやがて美人画の岡田というようなですね称号を得るに至りますそしてこちら、えっと、昭和2年に制作された「あやめの衣」なんですけれどもその岡田の美人画の頂点に位置する作品として現在も非常に有名な一点です こちらは先頃ですね、あの約70年ぶりに一般公開されて話題になりました、ラフという作品です。昭和10年の第2部開展に出品をされました。これは岡田の晩年にあたる時期の作品でございまして、岡田の最後の大作のラフと考えられます。 えあのラフの表現を生涯え追求してきた岡田三郎介なんですけれどもこちらの作品はですねあのその技術それからあの色彩の配置の周到な計画などですね岡田、えー、が持てる力全てをです、ねえー、発揮をしました大作、えー、というふうに言えます、えっと、こちらはラフの翌年昭和11年に描かれました えー、婦人半身像という作品です『あやめの衣』が後ろ姿の傑作そして『ラフが、えー、ヌードの傑作としたら、えー、この作品は横顔の女性を描いた傑作というふうに言えます。えー、よく見ると分かるのですけれどもこれは実は油絵ではなくて日本画用の岩絵の具で描かれております。 であのこれも後ろ姿やヌードと同じように岡田三郎介が生涯追求をしてきた構図でございまして横顔の美ですね横顔の美の集大成の作品といえます明るく柔らかな色彩で印象的な美人画を描き続けた岡田三郎介は色彩に秀でた画家という評価を受けてきました 昭和の12年になりまして岡田三郎介は第1回の文化勲章を受賞をします画家として栄光にあふれる人生だったんですけれどもその2年後の昭和14年彼は70歳で息を引き取りますこちらの「編み物」という作品は彼の最後の作品絶筆でございます 最後の作品にも岡田三郎介特有の明るさそれから柔らかな影の表現が生きている名作ですこの絵を描いている時岡田三郎介はかなり体が弱っていて少し描いては休み少し描いては休みを繰り返しながらこの作品を仕上げたといわれています 作品を見てみると、上品で繊細な感じがしますね。はい、女性の柔らかさが感じられますね。そうですね。岡田三郎助の作品展は11月16日まで佐賀県立美術館で開かれています。それでは今週はこの辺で佐賀新聞テレビ、夕刊ウィークリーでした。